どうも、ルジクニでございます。前回は、死刑執行所とか死体置き場とかを探索して、さらに雪原の方まで少し見えたというところでございましたが、今回ね、仲間キャラ少し変えて、バンさん入れております。なぜバンさんを入れているかというと、まあ、たまにはパーティーメンバー変えるかっていうところなんですけれども、このリッチのジェム、リッチの間で少しいろいろ見てたんですけど、このリッチのジェム取引っていうのが照らされるようになって、魔石でリッチのジェム買えるようになっとんねん。しかもたった4万とかいう、べらぼうに安い。何回でも4万。おいおいおい、おいおい、お金は余っとるぞ。お金は余っとるぞ、これ。やった。これでリッチのジェムが今何個 ?14 個 !14 個もあるからさ、何でもいけるわけよ。そうなっていくと何でもいけるわけです。で、これとかもいけるわけですよ。レベル2。チェインバーニング、チェインフロスト、チェインライトニング。なるほど。買っとくか。で、あと、あれだな、槍装備のジェムと、探検装備のジェムをちょっと買って、とりあえずこれはサーシャちゃんに、サーシャちゃんに覚えさせつつ、探検と槍をバンさんに覚えさせることによって、これ、例えばこれ、魔装パセキューターと、この三段攻撃のこの、これがつまり3回攻撃になるということなのでは?で、さ、アクセサリーでもうなんか、ちょっと待って。攻撃力が上がるやつにしようか。攻撃力が上がるやつで、これは自動攻撃。絶大な戦闘力を誇るが、装備者は自我を失った殺戮者となる。自我を失った殺戮者になってもらおうか。命中率下がんのはちょっと微妙だな。で、戦士のガントレット。で、あとはこれも攻撃力が上がるな。力を押し上げる魔術が。様々な能力が上がる。かといって状態異常耐性ないのはどうか。どうか、感は。あるが、クリティカルが上がるやつとかないかな。クリティカルが上がるやつとかがあると、かなり、命中30下がるのはちょっとあれだな。これとかいいかもね。攻撃力も上がるし。これで、殺戮者になってもらいつつ、さらにスパイクメイルとかで攻撃力を上げる?いや、さすがに鎧は耐性つけた方がいいか。さすがに何らかの、原始無効とか、いいか。とりあえず。これでさ、バンさんがハイパーバーサーカーになったんじゃなかろうかと思うんだけど、思うんだけども、どうかな。ちょっとそこら辺の雑魚的で試してみたいな。死刑執行所とかちょっと行って。なんか、雑魚的一匹いるいる。ちょっとハイパーバーサーカーのバンさんの実力を見てみたい。ガード、ガード、ガード、どう?バンさん。おんおん、6318! え、1800は強くない?いや、バンさん頑張って。ああ、下がるん、避けられるんかーい。でも十分強い。十分強いか。でもこれ石殺しとかが刺さってるからな。どうかな。これ、この運用はどうか?微妙か?もうちょいぶっ壊れぐらいの火力が出てもよかったんだが、そうもいかんか。まぁ、ちょっとしばらくこれバーサーカー。バーサーカーバンさん、もうしばらくちょっと使っててみよう。明らかにこれバーサーカーなの、ちょっとデメリットしかないよなと思ったら、
考えよう。ということで、死刑執行所じゃなくて、どこだ？医療協会でもなく、シレンスで行っか。この右側、ちょっと待って、死刑執行所からの、右側に少し行こうかと思っていた。出れないんかーい。こっちか。こっちだな。あいつらも我ら王国と同じ勇者であり、血を見る生業であるのだな、決して同じ問題ではない。見たな、これな。あそこになんかあるが。待って。ここは？お、行ける。出れる。押せる。ここなんかありそう。ある。宝がある。ラビアのロープ。ちょっと待って。右側に出れそうだったか。じゃあれか。ちょっと待って。この正規ルートは？あ、いた。味方を守るときは敵の封印魔法に気をつけろ。眠ってしまったり精神を混乱させられると陣形が崩れてしまうから。現状対抗するためのアーティファクトの数が足りてない。魔術師と対峙するときには十分注意しろ。混乱とかをやってめちゃめちゃやってくるっていうこと？これバンさんまずいのでは？資料を読む限りでは防衛協会の前身はミルトンの自警団。今の自警団とはまた別の機関らしいが。周辺国で侵略戦争が増えた時代に発足。その後王国が運営することになったか。王国の歴史が始まって以来ずっとミルトンは侵略に備えて守りを固め、堅牢な要塞のような都市を築いてきたと。歴史の本か。抜けられる。ここら辺から、なんですか？なんですかあなた。防衛協会の魔術師。強いんか？挑発。あ、サザンが9。いまいちだったな。真ん中のやつめっちゃ鬱陶しいことする。ふう、資産毎ターン必ず1000ぐらいのダメージを与えられると思えば、王国防火効果の希少なんか手に入れたわ。ここら辺から、あ、そうだね、ここから抜けられる。え、あなたは、あなたも強いやつ？そんなに強いやつじゃない。ここは？あ、ジェムですね。右側にもなんかあるが。ここなんかキラキラしてんだよ。ラミアのロープゾーンか、あそこ。ちょっと待って。あそこラミアのロープゾーンっぽいな。上に行って。ここラミアのロープゾーンだ。はい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 。ここは？おや？ホーマの計画を知り、王国騎士を辞めていった仲間たちもいる。余計な情報を外で漏らさぬよう釘は刺しておいたが、マーチ協会や自警団など計画が知られると面倒な組織に入った奴らは万が一のことを考えて殺しておくに越したことはないな。もしホーマの計画が実行に移された場合、ゲートの契約書はアズラン様が回収し、カノンズクロン城の王の間に保管されるということだ。ああ、そこにあんのか。だが今や城はもぬけの殻。しかし逆に言えば守るべき従者も兵もいない。大事なものを隠すには最も適した場所である。大事なもの、そう。ゲートの契約書と、我らが王ではだけではなく、あの創始者。そこに目的の物がある感じか。単純に、なんだ？お前何やってんだおめえ。どっかからこう、登れないへんのかこれ。めっちゃ出てるんだ、今。やめろそれ。よし、無駄だぞそれ。ずっとそれやってんの無駄だぞ、いくらなんでも。とりあえず一旦ちょっと待って、一旦帰って、そういえば思い出したんだけど、あ、でここに繋がるわけか。思い出したんだけど、ジェムがさ、いっぱいあるので、このこれもちょっともう2個ぐらい、一個、もう一個もらって、あとあれだ、装備記憶とか言っても、習得して。装備記憶を習得した。
これでさ、耐性パズルやった後に元の装備に戻すのが楽になるはずなんだけど、どっかからアイテムから使えばどうたらこうたらみたいなことを書いてあった気がする。どれだろうな。これか、リッチ。仲間の装備の記憶と再現ができる。装備記憶1に今の記憶を装備する。召喚中の仲間を記憶する。あー、これで一発で仲間全員の戻せるんだ。これは便利、これは便利。もう一個ぐらいもらっといてもいい気がする。お金はいっぱいあるし、あとこれよくわかんない、明確ないし。残留意思を調べた時に内容が素早く表示され、わからんけど、せっかくだから表示しといてみるか。せっかくやから表示しといてみるか。で、あと取ってないのは、ジェム少なくなったからもうちょっと買うとして、魔素抽出術っていうとこ。自動補充とかも覚えてるし、ここら辺はそんなにかな。うん、この時空のどこでもセーブできる、すごいな。買うか、消耗品か、消耗品です今の。どこでもセーブできる、これ消耗品かな。あ、キャンセル時も消耗するだって。あー、なるほど。どうにもニッチもサッチもいかない時に使うべきアイテムか。 OK。 したらばもう一回ここ、殺害したやつは復帰しないのか。この下はなんだ、挑発がうっとうしいわね、ほんまに。カバーカバーカバー、そんなには強くないからよ。めっちゃ手に入る、それ早く。素早くなったか、素早くなった気がするな、表示が。帝国の脅威は迫っている。そしてこの王国防衛協会本部は王国の象徴たる我らが王の城を守る最後の砦。我々は強くならねばならぬ。我々の王国を守るために。今回の訓練も全身全霊を尽くし取り込むのだ。我々の装備は堅牢だが、視野はそう広くはない。背後からの奇襲に十分注意しろ。それでは訓練を開始する。背後からの奇襲？お、ジェム。背後から殺す。そんなことが許されるの？ステルスゲー、まさかのステルスゲー、2100。あ、経験値も普通に手に入るやつ。うまい。ちなみにこっからは？普通に倒したやつからさすがに手に入らない。お？どこだと？下になんか変なじいさんいるの。ここどこだ？魔術学院。あ、魔術学院と繋がるのか。そういえば魔術学院の方先かな、これ。こっちが正規ルートっぽいな、この感じ。魔術学院の、ここか。ここの魔女いたから、ちょっと先そっち行くか。ね。そっちが先な気してきたわ。ここで正規ルートとして繋がるのではないか。ああ、いるー。いや、戦闘になる？が、聖人か。バンさん、狂乱状態ですけど大丈夫でしょうか？5ターン周期に同じ行動を繰り返す。1ターン目に防壁を作り、物理攻撃を 33% まで軽減する。炎と電撃を操り、5ターン目にマナ減少の全体魔法を行う。ヘルスが行うと全能力 20% 強化。パワーでご利用していこう。どうも。わかっているお前らの企みは、来い、私がお前を殺す。そんなに悪い人には見えなさそうだが、
そんなに悪い人には見えなさそうではあるんだが。うわ、勝った。物理攻撃軽減されてるけど、そこそこいいダメージ出せるね。バンさんは自動回復もついてるからそこは強いよな。弱体化かけて、ライフストレイ準備って感じよ。なるほど。サーシャは魔法を打ち消したとか今言ってるけど、とりあえずリカバーかけて雷弱点になった。マジックブースト、雷弱点にはなってる。マジックブースト一旦自分にかけるか。で、そうさな、5ターン、ルクちゃんドラゴンハート。トポイント上がれ。やば、死ぬ。生きたか、ギリ生きたか。よしよし、これでルクちゃんはなんとかなると思われる。一応もう一回おきりカバーしつつ、技術プラス 50% ってこれあれすごいな。アイシャとやらせればセットだったらいいダメージ。1600、1600。うわー、 MP めっちゃ吸ってくる。とりあえずオラクル状態になったが、いいダメージ。3412か。もうちょい雷弱体か。さーて、もうちょいですよ。瞬間的に高いダメージを与える。ライトニングボルト、そこまでか。やば、バン死んで、わー、バンさーん。あと1600、リカバー3のライトニングスラッシュ蘇生するか。間に合わないか、間に合わなかったー。ふぅ、聖人よ、私を、これ、やめておく？やめておくっていう選択肢あんの？でも殺さないとさ、殺さないと、だってあれでしょ？なんか、後のように、後の世が大変なことになるよみたいな話しちゃうの？ここは心を鬼にして殺していくべきなのでは？やめておくにするとどうなんの？エンディング分岐とかあるか？これ。エンディング分岐とかあるか？で、やめておくとバッドエンドなんじゃないの？これ。察するに。ここで殺さなかったがゆえに、エンディングで魔女が大暴れみたいな、そういう展開になるんじゃないの？ここは、心を鬼にして、殺す。これで良かったんだろうか。これで良かったんだろうか。魔女の心臓なるものを手に入れましたが。セナの心臓。竜の血が流れるその心臓は未だに静かに脈打っている。良かったんでしょうか。
で、この奥は？お？建物の保護、遠くで壊れる音がした。魔女の、またここで魔女の魔法鍵。セナの心臓は反応している。あ、なるほど。そもそもじゃあこれ、セナの心臓を、セナ倒してなかったらこれ手に入れられない。乱れ髪の盾。何それ。全体、全能力弱体無効。はーん。悪くはなさそうだが。ルピちゃんあたりに。中盾かい紙なのに中盾かい、それ。こっちは？辺境の魔法鍵。雪月の封印の魔法じゃ。あ、あそこ突破できるようなのか。セナの心。セナの心を手に入れましたが。セナの心。魔女セナの残したその胸の内。異界の魔女の村。魔女村のノルカムファのセナの家に祭壇がある。そこに行けば何かがわかる。そういうこと？そういうことかい？上から飛び降りせれそうな雰囲気のあるな。あ、ここショートカットか。はい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 。他になんか行けるとこあるか？このこっちはいけない。あ、でもなんかあれだな。もしかしたら、魔女を倒さなくても別のルートから来れた説か？わからんな。でもどっちにしろ魔女のセナの心臓がなかったら突破できんかったしな。この右側、どっかから登れたりせえへんかね。これで多分、さらに右側の封印、3号、はい、どこだったかな。どっかの封印が解けたんじゃないかなって思うんだけど、あ、ここか。さっき見てたここだ。このじい、このじいなんかじいさん歩いてるなと思って敵やんか。普通に。普通に敵やった。で、この上がここだ。はい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 、繋がりました。繋がりました。ちゅうとこでどうしよっかな。セナの、心臓、なんか雪原の方にも、抜け道の先だっけ？ここら辺に、でも雪原が、どこだったかな？棺だったかな？どっかから雪原に抜けられた気がする。まあ、とりあえず、防衛協会ですかね。というところで、まあ、今回は一旦この辺にしときましょうか。はい。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。